未来から今を見てるわけです。つまり核戦争が起きると言ってるわけです。なあほなそう言ってますよ。例えば皆さん資料を持っていてくださってますが、1ページ2ページ3ページ2ページをご覧ください。2ページ、その2ページの右上のところにヨハネの福音書と書いてある。2ページそれをさておいて、次一番右の上の方、新約、つまり紀元後に書かれた新約聖書、2000 1950年前と書いてありますが、その黙示録の6章、それから中段になると7章、そして3段目下下山になると8章、そして16章とこうなってるわけです。いずれにしろ1950年前に書かれている。その中で一番左隅16章8節、第4の者がその鉢を太陽に向けた、傾けた、すると太陽は火で人々を焼くことを許された、人々は激しい炎熱で焼かれたと書いてあるんです。もっぺん何回も言って申し訳ない、1950年前の言葉ですよ。だから今までなんで太陽が人間を焼くねん、こんなアホなことあるか、そう皆そう思いました。私たちは先ほど広島と長崎で来た地上600メートルで太陽が炸裂したんです。みんな知ってました、アメリカおよびヨーロッパの人たちは。そしてこの皆さん今見てるこの言葉を、1950年前の言葉をわっと思い出したんです。もう一度、第四のものはその鉢を太陽に向けて、太陽に傾けた、すると太陽は火で人々を焼くことを許された、人々は激しい炎熱で焼かれたが、これらの災害を支配する神、造物主の皆を汚し、悔い改めて造物主に栄光を期することはしなかった。偉い時代やねな、人間の世界を偉いことになってしまったと言って悔い改めなかったと書いてある。1950年前に太陽が人々を焼くことを許された、核兵器が爆発しても人々は人間の歴史が間違っていると悔い改めなかったと言ってる。一言でどういうことや、人間とはそういうもんだということです。自分中心なんです、自分は正しい。そう、例えばこの前ダムがウクライナで決壊しました。皆さん誰でも知ってるわけですね。爆弾で爆破させたわけです。そして何万人の人々の土地が水の中に埋まり、めちゃくちゃになってるわけですね。その時にウクライナの大統領はどう言った、これはロシアがやりよった、ロシアが悪い、ロシアだ、犯人はロシアだ。でロシアはどう言った、俺らはやってない、ウクライナだ、ウクライナが犯人だ。そして今犯人出てこない。人間の生き物はそうや、自分は正しく相手が悪い、相手は俺は正しく相手が悪い。そう、愚かですよ、バカですよ、人間というものは。そうでしょ。皆さん数日前覚えてらっしゃるように、名古屋でシステム、貿易のシステム、名古屋港で、港でシステムがストップしたじゃない。ものすごい、それを運ぶためのトラックが並んで並んで、まあ皆さん名古屋の人だから知ってるでしょ。名古屋港というと今の日本において貿易の輸出輸入においてものすごい大事なところなんです。そこで今言ったようにシステムが狂っちゃった。ほんで今申し上げたようにトラックがずーっ、ある人は8時間待った、ある人は9時間待った。トラックの運転手にとって8時間9時間待たされたらめちゃくちゃですよ。でよう忍耐したなと思いますが、そしてゆっくりと荷物を積んで行った。どうしてそんなことが名古屋港で起きたんですか。明らかにしないじゃない。原因発見したんですか。サイバー攻撃ですよ、電波で一発ですよ。名古屋だけじゃない、東京地域、つまり首都圏の地域においては繰り返し繰り返し国電列車が止まる。で何時間も止まって、もう何十万の人たちがものすごく被害を受けるわけです。わかる。電波で全てが止まる。電波で、核戦争は電波一発ですよ。もう昔のような広島と長崎に B29 が飛んできて落とした、そんな時代じゃない、電波です。ロシアにどれだけの核兵器があるの、5000数百発。アメリカにはやはり同じぐらい、5000数百発。この両国で 90% なの、大体。あとはフランス、イギリス、中共が持ってる。
そしてさらにイスラエル、パキスタン、インド、いっぱい持って隠してる兵器を持ってる連中はいっぱいおる。核戦争が起きる日、僕は皆さん方を脅してるんじゃないです、現実ですよと言ってるわけです。だからそういう中で今さっと言ったんですが、正統ユダヤ人、ここに書いてありませんが、書いてますかね、正統ユダヤ人、正統ユダヤ人とはどういう意味かと言ったら、その血統なんですね。一番初めの先祖はアブラハム、イサク、ヤコブ、ずっと。そしてもうこれが4000年前からですから、もういっぱいの人です。アブラハム、イサク、ヤコブ。だけど、たくさん殺されてる。だけど、とにかくこの血統は続いてる。正統ユダヤ人。それの多くの多くの人たちが、この日本に来てるわけです。だから皆さんの中にもいらっしゃるでしょう。そして調べれば、すいません、YAP。すいません、いっぺんに言うとよかったけど。はい。もうはっきり今、YAP マイナス遺伝子というのが、アブラハム、イサク、ヤコブの血統なんです。これはっきりしてます。だから皆さんが病院行って、あるいはクリニックに行って血液の検査をなさる。あ、俺ちょっと風邪ひいてね、俺がいい悪いんや、腸やって言って血液の検査をしてもらう。そうすると血糖値がどうやとか、そういう結果が出ますもんね。全部一箇所集まってます。その結果は皆さん方に対しては、あんたは糖尿やとか、こうやって説明されますが、その血液検査の本当の目的は全部一箇所集まってる。そして YAP マイナス遺伝子かどうかです。日本人口先ほど1億2500万で言った、そのうちの正統ユダヤ人、これは世界の秘密、日本の秘密になりますが、アブラハム、イサク、ヤコブの血統、聖書でいうユダヤ人の子孫、これから世界を動かすことになるその連中が14万4千人と先ほど言いましたが、日本に、日本人口のうちの 40% は正統ユダヤ人なんです。今の時点で40%。したがって先ほどペラペラって言いましたが、日本人口1億2500万、そのうちの 40% で5000万、海を渡ってこの4つの島に正統ユダヤ人たちがもう繰り返してくれてやってきたわけです。ほら大変だったと思いますよ。アジア大陸を横切ってきたんですから。アジア大陸を横切ってくるってどういうことか、騎馬軍団がものすごい連中を追ったわけです。そういう中を何時間何百年かけながら死死孫孫に渡って中国まで来て、それから今度日本に渡ってきた、何回も。その流れの中で大きかったのが、今から2200年前、だから BC200 年とすればいい、ジョフクという人です。ジョフク、正統ユダヤ人のトップでした。ほんでこのジョフクが秦の始皇帝、秦という国を覚えていらっしゃると思いますが、秦の始皇帝に申し出て、秦の始皇帝のためのどういえば、ね、不老長寿の薬を海の彼方で探してきます。ジョフクがアジア大陸の一番端、東の端で日本海を隔てて東の方を見たならば、美しい島が影色のように見えるんです、日本列島です。そして三つの山が見えた。あそこに秦の始皇帝様、あなたの不老長寿の薬があるようです、私に行かせてください、一生懸命頼みよったんですね。で彼は2回にわたって行くんです、売り組んでて日本でおっては来たんです。そして彼らは日本に到着して